皆さん、ガンプラで楽しんでますか ?G 段です、えー。今回は、えー、週に一度の雑談動画ということで、ガンプラも作らず、えー、お話だけの動画になります。 プラモデルも作らないいいいお話だだけの動画を見ていただいてたありがとうございますそれから月曜夜11時からのプレミア公開に合わせて動画をご視聴いただいている皆さんさらにはそのプレミア公開のチャットにも参加していただいている皆さんこんばんは。 えー、まあ、2月ね、えー、もう、まあ、中盤にね、差し掛かっていますけれども、えー、先週ね、振りかか、振り、振りかかってるね。えー、先週ね、えー、振り返ってみると、えー、まあ、プラモデルのね、プラモデルというかガンプラとかのこう制作動画を、まあ、いつもね、出してるんですが、まあ、ちょっとね、その動画の本数がね、少し減ってきてる感じですよね。で、というのもね、 あのー、桜のね、ジオラマ、ええー、まあ、をね、えー、使って、えー、まあ、桜が咲いてるジオラマをね、作っていこうというのをね、今やってるんですけれども、その、えー、桜のジオラマを、まあ、3月中にね、できれば、あの、桜が咲く頃に完成させたいということで、えー、そっちのね、えー、作業を優先させて、えー、動画のね、撮影はやってはいるんですけれども、もう、編集する時間も、 あのちょっと惜しいんでね、作業の方にね、えー、ちょっと当てているっていうところがありまして、えー、なかなかね、動画をアップするというところまではいけてない感じですね。で、結構ね、いろいろと、あのー、まあ、ジオラマね、そんなにいつもあの作ってるというわけではないので、えー、まあ、初めてね、えー、やる作業も中にも、ね、いろいろあったりして、まあ、これをやったら、えー、こうなるのかなとか、この材料を使って大丈夫かなっていうのを、まあ、別でね、えー、別の、あのー、 ものでこう試しながら、えー、作業を、ね、進めてるというところもあってなかなかねこうパ,パパパッとねあの順調よく作業が進むというわけじゃなくてなかなかこう手こずりつつ、えー、それでもねほ、えーまあ、本当に3月、えー、末の段階で、えーまあ、完成というところを、ね、目指して、えー、やってます。 これがね本当にすごく悩むしあのーまあ、うまくいかないところがね多いんですけれどもまあでもねやっぱそこが楽しいという感じではありますよね。えー、でえっと一応ねああのー、まあ、後部を置いて横に、まあ、桜を咲かせてっていうジオラマなんですがまあ後部と桜だけではねちょっとこうスカスカ感というかね、えー、若干ジオラマのこう土台の部分というかね地面の部分の長さをねちょっと増やしたと ところもあって幅をねちょっと増やしたんですけどもその幅を増やしたっていうところもあって、えー、まあもうちょっとね装飾品を置かなきゃなというところでねいろいろ別のものもね買いましてこちらですねこういった、えー、街灯ですね、えーまあ、時計は使わないと思うんですけれどもこのね街灯をね、えーまあ、立てて なんとなく、あのー、殺風景のね、桜と酵母だけでは、なんかスカスカ感があるというかね、ちょっと殺風景な感じがあるので、もっとギュッとするために、こういったものもね、えー、まあ、こういった装飾品と言っていいのかわからないですけれども、こういったものもね、えー、置いていこうかなと思います。で、これがね、あのー、結構ヨーロッピアンテイストたっぷりのね、えー、街灯なんですけれども、まあ、これがね、果たして桜に合うのかどうかっていうね、えー、ところもありますが、あのー、ちょっとね、 えー、調べてみ、えー、ると。昔の え、上野公園ですね。え、ま桜大戦の桜というと、ま上野公園っていうね、え、まゲームをやった方は、え、そういう風にね、連想されるかと思うんですけれども、僕もそうで、で、上野公園ってね、僕行ったことがないので、え、なんかいろいろググってね、画像を調べてましたら、え、明治時代の上野公園っていうね、画像も出てきまして、えっとね、ちょっと資料出すと、え、上野公園観光連盟というね、え、ウェブサイトの、え、上野公園とその周辺、え、 目で見る100年の歩みという項目の中で、えー、明治時代中期の、えー、上野公園のねこう桜が咲いた上野公園の、えーまあ、画像がねこう、表示されてるんですね。でそののの、の中に、えー、ここね、えー、このあのー この街灯、これに似た感じのものがね、映ってるんですよね。で、その画像がね、こちらなんですけれども、あの、ま、桜が咲いてて、え、ま、馬車がね、走ってて、この時代ね、馬車なんですよね。で、え、その写真のね、左側ですね、街灯がね、映ってるんですけれども、ありますよね、ちょっとこう、ヨーロッパ。 ピアンのね、えー、西洋風のテイストの街灯が映っててでこれはね電気じゃなくてガス灯なんですよねガスで、えー、明かりがつくというものだとは思うんですけれども、えー、そのデザインがね、えー、まさにまさにこの買ってきたこれに近いということで、えー、まあそらくねあのー、まあ明治時代というと、まあ、急激に、えー、本当に急激に西洋のね文化がガッと入って きてき一気に、えー、西洋化すするるまあいわゆる明治維新ですねそのあたりのまあ、流れもあって、えー、まあ、こういったものがね、まあ、作られたりね、設置されたり、えー、まあ、建物とかもね、そういったあのー、西洋テイストを入れた建物がね、こう多く建築された時代でもありますけれども、まあ、その中の一つとしてね、えー、上野公園にこういった、えー、ちょっと西洋風なヨーロッパ風の、えー、街灯があったと。 いうことでえ、まさにね、まさにこれを立ててもいいんじゃないかということでね、これ買ってみたんですよね。で、これはね、あのー、ま、海外の、えー、メーカーさんのものなので、あまりね、あのー、日本で売ってる、う ショップさんととかはね少ないと思い思ますで、えー、一体ね、どこのね、メーカーさんなのかっていうふうにね、調べてみたらというか、いろいろ、あの、ほとんどね、こういったね、あの、いろんな言葉でね、えー、書かれてますけれども、ここがね、えー、っとね、メイドインウクライナーってなってるんですよね。でウクライナーってね、結構ね、あの、ウクライナ馴染みないなという感じですよね。ウクライナというと、えーま、東ヨーロッパになりますよね。で えっと、まあ、オーストリアとか、まあ、ハンガリーとかがあって、またさらにその東側ですね。えーまあま、 ルーマリアとかもあるのかなそのあたりの、えー、一つの国ですね。ウクライナですね。で、ウクライナは、えー、旧ソビエト連邦ですね。旧ソビエト連邦で、えー、90年代ね、ソビエトが崩壊しますけれども、その崩壊後独立した国ということで、えー、まあ、ますますね、えー、まあ、ヨーロッパも遠いですし、えー、そのヨーロッパの中でも東ヨーロッパっていうと、なんとなくね、えー、僕ら日本人にとっては、まあ、馴染みが少ない国だったりはしますよね。僕もね、ヨーロッパ行ったことはあるんですけれども、さすがにね、 ウクライナには行かなかったですよね。うーん。まあまあ、あのー、まあ定番の観光地ですよね。皆さんも観光で行くって言ったら、まあフランスとかイタリアとかね、あとはドイツとか、えー、イギリスとかね、えー、イギリスまた色々ね、EU から出るとかでね、なんかゴタゴタしてたりはしますけれども、そういったところがで多いかと思うんですけれども、まあまあ、ウクライナということでね、えー、行ったことない国、ウクライナの商品みたいですね。うん。なかなかね、 あのー、まあ、中身もね、一応開けてパーツとかはね、確認したんですけれども、えー、まあ、そのあたりも、えー、桜のジオラマをね、作る、制作動画のどこかでこのパーツもね、出てくるんじゃないかなと思います。まあ、そういったことをね、いろいろやってまして、えー、動画のアップもね、遅れてる感じなんですけれども、あのー、まあ、動画自体はどうかが3月ぐらい、あのー、2月いっぱいはやっぱり作業の方にね、ちょっと集中させていただいて、えー、まあ あの、めどがついたらね、大体いいこのくらいで多分出来上がってくるなっていうふうにめどがついたりとか、まあ、作業のね、えーさ、作業がこう、人だらなくついたりした時にえき、ー、に、動画のね、編集の方にも時間を避けるようになってくると思うので、えーまあ、そのあたりが多分ね、2月末、早ければ2月末、ひょっとしたら3月に入るかもしれませんが、まあ、3月頭ぐらいからは動画がね、えー、ポンポンポンとね、えー、出せていける。 出るようになるんじゃないかなと思います。ただ、まああの桜のジオラマだけをね。作ってるわけではないので、えー、他の作業もね。一応、あのー、桜のジオラマをっ。を 作りつつ並行してね、えー、ちょこちょこっとね、えー、またそれもやってたりしますので、まあそのあたりの動画も、まあ、多分ね、まとめて3月ぐらいからで出し始めることになるのかなというところではありますね。えー、まあまあ、あの2月はね、えー、ち,ょちょっとこう、もう作業がね、落ち着くまで、えー、あの、制作作業の方にですね、ちょっとこう集中させていただこうかなと思ってます。 それから、えー、木曜のね、えー、生配信についてなんですけれども、えー、まあ、生配信もね、えー、回を重ねるごとに少しずつ慣れてきまして、えー、まあ、配信ソフトのね、えー、使い方もね、なんとなくではありますが、こう、やり方もね、掴んできた、えー、ようなところもあります。で、先月末の、えー、雑談動画生配信の時に、 オープニングがね、動かなかか、なったりとか、えーまあ、その中でこう皆さんからの、えー、投稿作品をね、最後にバンとこう差し込む予定だったんですけれどもそれがう,こう,うまくいかなかったっていう件もいろいろね配信ソフトをい、ね、ろんな条件で試してみて、えー、なんとなくねあのー 原因がね、えー、なんか分かってきた感じがあります。えー、なので、えー、まあ、生配信中に、まあ、BGM かけたりとか、補足説明のね、こうテロップを出したりとか、えー、まあ、画像を出したりとか、あとは、あのー、あらかじめね、準備しておいた、えー、映像、動画を、こう、ばっとね、今、生配信してる中に、ボンと動画を出すっていうね、えー、こともね、できるようになりましたので、それだと、あのー、まあ、普通のね、えー、普通にこう、動画を撮影 編集ソフトで、ね、編集してアップロードしてる動画とねそこまでねこうやってることの内容がね変わらないレベルのものが生配信でもねできるようになってきました、えー、結構ね生配信の、ね、ソフトもあのー、こうどう操作していいのか僕がこう思ってることをどうていいのか どういう設定でやったらいいのかっていうのはね、やっぱこう試しながらになるんでですね。まあそのあたりもね、あの、ソフトをね、触ってたらね、まあ2、3時間あっという間に経つんですけれども、まあまあそのあたりもね、あの、楽しみながらね、させてもらってます。で、あと、えー、生配信でね、気になっているのが、まあ画質ですね。画質なんですけれども、えー、僕がね、今生配信で使って、 ウェブカメラは、やっぱり、あのー、普段ね、動画の撮影で、えー、使ってる、今撮ってるね、カメラよりも、まあ画質がね、どうしても悪くなってしまいますし、ウェブカメラということで、す、え、べ、ー、てがね、オートの設定。 で、なので、まあ、画面の明るさとか、まあ、ピントをね、え、調節するっていう、ことがね、こちら僕の方で2位にやることができなくて、すべてね、カメラ任せというのが、ちょっとね、僕の中では気になっています。 あのー、まあ、そこそこね、安いカメラだったので、まあ、価格を考えると、すごくね、性能的には満足してるし、えー、妥当なところだとはね、思っていますけれども、まあ、現状ではね、えー、まあ、例えば、あのー、僕がね、黒っぽい服、紺色とか、えー、ちょっと暗めの青とかね、えー、まあ、黒とか、そういった黒っぽい服を着ると、その僕の こう、まあ、黒い服にね、えー、明るさを合わせてしまうので、このね、下の、まあ、白い机の部分とか、この部分がね、もう真っ白にパーンと飛ぶんですよ。もう下に手をやっても手が全く見えなくなるぐらいね、画面がグワーッとね、明るすぎるようなね、状態になってしまったりとかね、いうことがあるので、なんかね、そのあたり、 うーん、ま、ちゃんとしたいなというか、あのー、なので生配信の時はね、いつもグレーのね、パーカーみたいなのをね、着てるんですけれども、それが原因なんですよね。えー、ちょっと紺色のものとかがちらっとね、この辺に、胸のあたりとかに見えてしまうと、もう画面がそこが、 暗いっていうね、影になってるっていう風に判断して、も、ま、う、あ、明るさをね、自動でブワーッと上げちゃうんですよね。なので、うーん、なんかそれもね、なんか、あーんっていうね <laughs>、ところではあるんですよね。あと、まあピントをね、ずっと迷ってしまって、どこにピント合わせていいかわからなくて、こう、ぼやっとした映像でね、生配信が。 こう、名前シーンをお届けしてしまってたりするんでですね。もう、どうせならピントはここっていうふうに固定しておきたいんですよね。特に、あのー、プラモデルとかをね、えー、と、例えば、えー、とね、なんでもいいんですけれども、えー、ここにね、木工用ボンドがあるんですけれども、この木工用ボンドですっていうふうに言いたいときって、ここにね、ピントを合わせたいんですよね。で、こう、アップにしたときも、ここにピントがね、スパッと合ってほしいんですよね。で、ウェブカメラだと、 それがね、わかるんですよ。ここに合ってしまったりとか、ここに合ってしまったりとか、僕のこの手に合ってしまったりとかね、いろいろあって、その調節がね、自分で効かないっていうのがね、あのー、なかなかね、難しいところではあったりするんで,ですね。で、あのー、まあ、そこで改善するっていうことを考えると、えー、まあ、普段使ってるね、このカメラですね、今使ってるカメラで生配信をね、えー、するっていうことをね、考えられるんですが、えー、それもね、一応技術的には可能なんですよ。僕の技術で、えー、可能です。 で,す、ねでえ、ただね、えー、それをやるためには、また新たにね、機材を買わないといけないんですよね。このビデオカメラとパソコンの間に1個ね、機材をかませないといけないんですよね。で、その機材が、えー、まあ、最低でも、ね、一番安いものでも1万円くらい。で、えー、高いもの、 になると、えー、まあ、そこそこ性能がいいものになると、まあ、5万とか6万とかね、まあ、数万円しちゃうようなね、えー、機材だったりするので、それもね、やっぱり買ったことないですし、使ったこともないので、どのレベルのものを買ったらいいのかっていうのがね、わからないですよね。1万円のものでいいのか、えー、それともま、2、3万は最低しない、ね、かけないと、えー、ちゃんとしたね、えー、感じにならないよとかね、いうのがね、あって、あのー、なんかね、映像をそのまま映すっていうだけではなくて、 そのなんか遅延の問題、あのー、なんかそ,こそこの 機材で、えー、画像と音声をどう処理するかとか、いろいろね、種類があって、あのー、本当にね、もう調べれば調べるほどね、頭こんがらがってきちゃうので、本当にね、僕その辺はね、本当知識ゼロなんでね、分かってないので、本当にゼロからね、調べないといけないので、なかなかね、それも、どのクラスのね、その、機材を買ったらいいのかっていうのね、ほん、本当にね、分かりません。もう、ひょっとしたらね、1万円の機材をポンとかませればね、僕がやってることなんて、もうただただビデオカメラで、えー、撮った映像を、 こう、名前詞で流したいっていうだけなので、うん。それだけでいくと1万円ぐらいのね。あのものでいいのかもしれませんし、あのひょっとしたらそこのビデオカメラの映像が。 劣化してしまうね、可能性もあるので、うん、その劣化しないようにするっていうことを考えると、まあ2、3万とかね、4、5万する機材じゃないと、まあ基本的には無理ですよっていうことかもしれないしね。うん、なんかね、うん、それをね、どうしようかなというところなんですよね。まあ本当ね、コストをね、そこまで、うーん、かけるというのもな、とかね、いろいろある,あるんですよね。うーん、なんか、 あの、そこにね、その生配信のための機材を買うんだったら、僕は、あの、まあ、撮影のね、えー、機材で考えると、カメラをね、もう一個欲しいなというところもあって、あの、要はこのビデオカメラってね、普段は撮ってるんですけれども、なんか手元をね、パッと映したい時とかがあるんですよね。そういった時に小型のカメラがあったら、あの、しかもそこそこね、えー、いい感じで、こう、 細かい部分、あの、手でちっちゃいパーツをこうやってるので、そのちっちゃいパーツにもバシッとピントがあったりとか、こう、ズームでね、拡大できたりするぐらいの、あの、性能があるね。えー、まあ、小型のカメラあたりもね、うん、欲しいなというところがあって、うん、なんか生配の機材を買うんだったら、そっちのカメラの方に、えー、お金をかけた方がね、いいのかなとかね、いろいろ、ほんいろいろ考えるので、うん、なかなかね、考えるばっかりでね、えー、踏み出せてないところなんですけどね。うん まあそれよりもまあ、とにもかくにも今はね、えー、桜のジオラマの、えー、作業を、ね、進めなきゃいけないというところがねあってねうんまあまあ、あのー、どうしたものかとね、えー、いろいろ試行錯誤中ではあります。 それで、まあ、生配信のね、あのー、まあ、生配信でやれることがで多くなってきてるということで、えー、まあ、雑談動画ですね。今は、あのー、月曜からね、プレミア、えー、公開ということにさせていただいて、僕は、あのー、チャットにね、えー、参加させていただいてたりとかはするんですけれども、あのー、これもね、もう、 あの、月末だけ一応生配信ということに今は、えね、今年からやってますけれども、あの、もう全部ね、毎週月曜日は生配信ということでもね、雑談動画の生配信ということでもね、いいのかなというふうには思って、 で、出るんですよでそうなるとね、また <laughs>、あの、月曜の生配信と木曜の生配信って、えー、なんか違いがあるのかっていうところにもなってきますよね。あの、どちらも僕がこんな感じでね、雑談をしてるだけの、えー、まあ、回で、えー 今までは月曜日はプレミア公開のこう録画したやつ。で、木曜日は、えー、生配信っていうことでね、えー。やってることはそんなに変わってないんですけれども、あのー、まあ、生配信と録画っていうことでね、ちょっとこう違いが、えー、ほんの少しですけど,ですけどね、えー、違いが出てたんですけれども、あのー、どっちも生配信っていうことになってしまうと、あのー、全く同じようなことをね、週に2回やるっていうのもね、まあ、それもどうかなというふうにはね、うん、まあ、週に2回でもね、いいっちゃいいんですけれども、 うん。なんかね、そこもね、えー、どうやっていこうかな、というふうにはね、思ってます。で、あと、木曜の生配信では、えー、まあ、チャットのね、テーマを、あの、こちらからね、今回はこういったテーマで、チャットを書いてもらってもいいですよ、みたいな感じでね、えー、チャットのテーマを決めさせてはもらってたんですけれども、それはね、えーと、今週からというか、次回からね、えー、やめることにしました。まあ、それほどね、えー、そのテーマ自体がね、好評っていうわけでもないですし、まあチャットに参加したい人は、まあ自由にね、えー、本当に参加、 参加していただいて、えー、あえてね、あえてね、僕がこういうコメントを書いてくださいっていうことは言わずに、あの、もう自由に書いていただくと。で、えー、僕の方でも、あの、このコメントを書いて、このネタに関して、このテーマのコメントを書いていただいてたら、あの、生配信内でこう拾っていきますよと、優先的に拾いますよっていうことも、あの、決めずに、 あの何でしょうね。えーまあ、僕が生配信で話してる内容で、えーまあ、その話が深まったりなんか別の方向に、ね、展開していくようなコメントがあったら随時拾っていくという感じで、えーまあ、その時の流れで、えー、僕の うん、なんかあこの、このコメントをちょっと拾ってみようかなというようなタイミングでね、コメントは拾っていこうと思います。なので、えーまあ、今まで、えー、何回かね試し、試しでね、チャットのテーマっていうのをね、決めさせてもらってたんですけれども、それは、えー、一応、あの、次回からというか、あのまあ、次の週、次の週じゃない、えー、次回の木曜日ですね、木曜日の生配信ではもう特に、 え、テーマ決めずにね、えー、やっていこうと思います。うーん。なので、まあそうなってくるとね、ますますね、雑談動画と、うん、木曜日のね、生配信でうん、なんか、何か違いがあるのかっていうね、えー、まあ違いを設けなきゃいけないのかどうかっていうところもあるんですけどね、もう同じでいいじゃんっていう、えー、ところも頭の隅にどっかあって。でもなんか、月曜はこうだよな、ってか、で、木曜日はこういう感じだよなっていうね、僕の中ではなんか違いがあった方がね、あの、やる方としてもね、うん、なんか、 同じことやってるのではなくて、木曜日は木曜日の色月、月曜日は月曜日の色っていうね、なんかあったらいいのになーっていうところなんですよね。まあ違いとしたらね、なんか木曜日はちょっと手抜きで、<laughs> 手抜きでっていうかね、編集してないっていうだけなんですけどね。木曜日はでもそんなに準備はせずに、で、 うーん日曜日,曜,月曜日の生配信は、あの、ちょっと喋る内容を準備してっていうところで違いを持ってきてもいいんですけれども、えー、月曜日の生配信、 月曜日の雑談もそこまで僕がねあの話す内容をがっつり準備している時もあればそうじゃない時もあったりするんでですねもうますますね月曜日と木曜日の、ね、違いはないということに、ねえー、なってしまいますまあ違いがあるとしたらオープニングがつくかどうかとかあとその皆さんから、えー、送っていただいた、ねえー、投稿作品の紹介をするかしないかぐらいの、ね、違いになってしまいそうなんですけどもまあとりあえず、うん、はそんな感じでね、えー何 何か、あの、アイディアを思いついたら、あの、そのタイミングでね、木曜日はこうですよ、月曜日はこうですよっていうふうに分けていくのもね、うん、いいですね。とりあえず今のところはね、アイディア浮かばないんですよね。なんか、うーん。 木曜日はなんか作業しながらっていう感じでもね、言っちゃいいんですけれども、作業しながらの生配信も前に試したんですよね。で、試したところ、コメントを全く見れない。しかも、僕も話に集中できないというかね、あの、大抵ね、あの、プラモデルをこう作るときって、あの、無言ですよね。なんか耳から何か音を入れてたりね、音楽かけたりとか、なんか、あの、ま、僕のね、こういったような雑談動画を BGM 代わーにね、こうかけてるっていう方も多かったりとかね、テレビをかけてたりとか、ね、あの、そういった たこととはあると思うんですけれども自分で何かをね発言しながら頭で別のことを考えながら、えー、手は手だけはプラモデルを作ってるみたいなものねそういった器用なこともねなかなかできないんでですねうーんどうしたもんかなと、えー、なんかねガンプラとかプラモデルにまつわる、うん、生配信をさせてねもらえたらいいんですけどねなかなか一人でやってるのでうーん な,なんかね、なんかこうこ、これっていうのがね、毎週、うんまあ、僕自身もなんか無理なくね、続けていけて、えー、さらに、あのー、なんか違うタイプのね、生配信がというところでね、うん、まあそのあたりね、ちょっと目指して、えー、チャットの方でですね、テーマを、うん、なんか作ったり、えー、してたんですけどね、そのあたりもね、なんかなんかこれって感じじゃなかったんでですね、うんまあ、このあたりはね、あのーまあ、やりながらというところを、 な、うんでしょうね、えー。今の現状の僕ではね、思いつかない。うん、なんか、なんかこれっていう方法をね、思いつかない。まあ、木曜日のね、生配信は、あのー、まあ、作るんじゃなくて、えー、作ってないガンプラを、えー、見せていくっていうのもいいかもしれないですね。僕が、あのー、まあね、ね、えー、作ってる動画をいつもね、出し,出してるので、えー、作ってないやつをね、えー、紹介していくと。えー、要は、積みプラ紹介動画、ね、動画で、積みプラ紹介生配信ということでね。 これ作ってないんですよみたいなね。なんかわけわからないね、えー、放送にはなりそうですけれども、それだとね、多分ね、1年ぐらいはね、週1の、えー、放送なので、1年ぐらいはね、余裕で持ちそうなね、えー、気はしますが、それもね、結構ね、積みプラって、あのーこう、奥にね、直してたりするんでですね、それを毎回引っ張り出すのもね、ああ、なんだかね、なんだかなというところがあるので、えー、まあまあ、そういった、えー、冗談はさておいて、なんか、なんかいいアイデアがあったら、えー、その時に実行して、えー、で、皆さん、 にね、こう試してもらう,というかね僕は一回試して皆さんの、えーまあ、反応というかねあの楽しんでもらえそうだったらまたそれを続けるし、まあ、そうでもなかったらちょっとこれ試してみたけどまた元に戻してっていうことね、えーまあ、今年1年はそういったのを繰り返す、えー、生配信になるのかなというところですね、えー、なのでちょっと試し、ねえー、ではあるんですけれども、えー、次回の雑談動画は生配信で、えー、次回からね、えーまあ、録画カメラを で、撮って、えー、編集ソフトで編集して、えー、プレミア公開でっていう雑談動画ではなくて、雑談動画も、えー、次回からは、えー、生配信でね、えー、させていただこうと思います。で生配信の時間としては、えー、11時からですね。あ、時間を空けるっていう手もあるなぁ。あ木曜日はちょっと早い時間にするかなでもその早い時間に僕がまた都合をつくかっていうところもあるのでですね。うん、まあ、9時ぐらいからやれたら、 やってもいいんですけども、やっぱ11時ぐらいからになるんですよね。僕もなんかね、あの、生配信をやれる状況になるのがね、やっぱりちょっと夜遅くなるというかね、まあ、完全に手が空くのがね、やっぱりちょっと夜遅くなりそうなので、やっぱ11時からとかね、 あの無難なんですよね、まあ、9時ぐらいからでもね、あの行ける日はあるんですよ。行ける日はあるんですけれども、確実に大丈夫っていうのがやっぱり11時ぐらい、ねえー、からになると思うので、まあ、木曜日もやっぱり11時からですね。えー、月曜日の、えー、雑談動画の生配信も、えー、11時から。でえー、木曜日も、えー 11時からの生配信ということでね、えー、同じようなものをね、週2回やることにね、今後なっていきますけれども、あのー、ちょっとそれでね、しばらく試させていただければなと思います。ということで、えー、今回の雑談動画ですね、なんか説明っぽい雑談動画というか、えー、僕からのねこう、お知らせだらけのね、えー、まあ、雑談動画でしたけれども、えー、今回この辺でね、終わりたいと思います。で、最後は、えー、皆さんから、えー 投稿ししていいたただ作品ののね画像もご紹介ますでどうぞそちらもご覧くださいということでね皆さんそれでれね2月3月はねなかなかこうちょっとね年度末になってきてね忙しいかと思いますが時間見つけてねプラモデル製作ガンプラ製作ね頑張っていきましょうそれではまた次の動画でお会いしましょう